え、でもどうなんですか、一般のこういうキャディーするのと、あの試合でプロにあの1-1でつくのと、はい、まあどっちが、まあ、楽っていうとちょっと表現違うんですけど、はい、どっちがどんな感じですか。私はやっぱりプロにつく方が精神的にとか、あとはうち電動じゃないんですよ、はいはいはい、カートが、ほう、自力で押すやつなんで。そうなんだ、嫌ですとか言って。あれが電動になってくれたらうちのキャディーももっと出ると思うんですけど、5、6人しか出ないんですよ。あ、そうなんですか。理由に、一つの理由にはあれが手押しだからみたいな。なんか人間らしさがあっていいな。言ってくれたら電動持ってきたのにみたいなこと言ってくれるんですけど、はいはいはい、なんかうちないんで持ってきてもらえますかって言えないじゃないですか。確かに確かに確かに。そういうことなんだ。ここがあれですよね、トーナメントだと。あ、13番、ね、トーナメント、ほう、トーナメントだと、あの白マークからになってパー4になるホールなんですけど、はいはいはい、一般営業の時は、パー5です。はー、パー5の時よりもパー4になってからのが難しくなりました。はー、試合、なるほど。あれ、インが通常はロングが3つあって、はい、37で良かったでしょうか、はい、なるほど。13番パー5、456、私はちゃんとパー5でやらせていただきます。ちなみにこのコース、あの、どんな感じで、左帯、はい、じゃあまっすぐ、いい感じ、 OK です、ありがとうございます、イエイ。すごい、なんか広大に見えるの、これ木少ない、木の高さが一緒だから、低いからですか、なんでなんだろう。低くはないです、ただ広いんだ、はい、これ普段あれですか、何月何月があのクローズとかあるんですか。雪降りますよね、絶対。降ったら休み、溶けたらやるで、あの冬季休業みたいのはないです。あ、ないんだ、はい、でお正月終わって月火と定休日いただいてます、はい、2月いっぱいまで。あ、なるほど、はい、ちなみに雪降った時ってなんか雪かきとかなんかやるんですか、フリーさんも。最近やらないです。あ、最近そのまんま放置放置昔は雪降って面白いんだけど、言い方がズバーってか気合が切り込んでいく感じ、マジおもろい。ここパー4になってる時ってやっぱ左バンカー気になりますよね。ちょうどそうですよね。なるほど。でもむず、200ぐらい打ってったら。220センターです。220センター、エッジが209。あ、そんなもんですか。はい、200打ったらバンカー入っちゃう可能性があるってことですもんね。209だから、はい、手前にバンカーあるんで220で届くらしいんですけど、スプーンじゃ届かないのでバンカー手前に刻みます。よいしょ、ございます、ありがとうございます。選手の人たちでガンガン攻めていくんですか、やっぱ。攻めてきます。結構私がついてたプレは。そうなんだ。この辺から実際試合だとこの左のグリーン狙っていくってことですよね。はい。なんかあれだね、試合の方がバンカーないけどね。ね、やっぱ見えない。見えないだけで左側にバンカーがあって、乗ってたらすごい振らない国なんで。ね、そう、見えないだけですよね。そう。そうそうそう、見えないだけですよ。来ましたか。やっぱあれですね、あの、キャディーさんは必要ですね。必要必要。でも見えない方が、見えなかったらないものとして考えて打つんですか。見えなかったらないものとして考えて打ちます。考えるとかもないと思いますからね。見えない方がいいのかもしれない。見えない方が、まあ、いいですよね。いいですよ。確かに、はい、精神的には。知らないでよかったみたいな。はい。でも見えないだけですから。うわ、またこれはこれでむずいね。ピンまでは57ヤード。57、58で大丈夫です。ありがとうございます。これこうなってます。シゲーシャが。もう一回上がりになって、右側がちょっと高いんですよ、こういうふうに。その高いところにいる感じですかね、あの棒は。右の面は、はい、ちょっと高い方にいます。旗の左に落ちるとフックしていくと思います。旗の左に落ちるとフック。はい、なんで離れてっちゃうと思うんで。バンカーあるのにバンカーの方打っていかないといけないってことですね。はい、シビア。いいんじゃないこれ。
結構いい感じ。まあ晴れたよ。そんなに前跳ねていかなかったわ。金時山どちらだ。あれだ。これはフックラインですよね、はい、結構傾斜強め。傾斜強めです。強い。カップ2個ぐらい見ていいのかな。じゃあ弱くなると意外とギュッと曲がる感じだ。なるほど、はい、で上り。うわー本当だ。目が。すいません、ありがとうございます。なるほど。ここの景色は超綺麗だ。大涌谷が見えて。綺麗。木をたくさん切ってるので、今。あ、そうなんですか、はい、昔もちょっとこの辺とかも木があったんですけど。それなんで切っちゃってるんですか。思うんですけど、だいぶ切った。まだ切るよって言ってます。あ、まだ。まだ切るって。余計なんかこう広さがすごい感じられるんだろう。次14番パー4、359ヤードです。あ、左にあって330。ごめんなさい、330でした。これは傾斜がちょっとあるので少し左目に打った方がヘアウェイには止まりやすいんですが、はい、バンカーはどうだろう、どうならないかな。2個目、左の2個目のバンカーの入り口が250です。あ、大丈夫です、はい、じゃあそっちの方向に行きます。かなり傾斜してますよね、左から右、はい、広大なコースだからドライバー振るのがなんかすごい気持ちいいですよね。、はい、いい。このミスしちゃいけない感がすごい緊張するんだけど、どうしよう。いや人間だからしますよね。ちなみにプロがちょっと失敗しちゃったりすることもあるじゃないですか、はい、なんか声かけるんですか。もうなんかそっとしとくんですか。そっとしときます。あ、やっぱそっとしとくんだ。すごい勉強になるな、そういうの。プロの方からやっちゃったねとかいう顔してくれたりしたらねみたいなのするけど、別に向こうが無なら私も無みたいな、どんまいどんまいみたいなことも別に言わず、無なら無、あ、無合わせるんですね。、はい、じゃあめっちゃブチ切れたらどうするんですか。ブチ切れるんですか。ブチ切れたら無視。計測器で112、はい、前から順目で早いです結構。マジか。フロントエッジが105ぐらい。105、はい、OK です。ピッチングでいこう、はい、風がね右から左で、さっき左に巻いてったから、そうだな、でも左足上がりで多分もっと巻いていくから、ピン方向を狙っていって風で戻されまっすぐよって感じかな。ねえ、やっぱ左行ったわ。なんか今日左行くな、超左行きすぎちゃうな。なんだろう、直していこう。これをラウンド中に直していきます。よし、金時山は今見えなくなったけど、あ、あっちですね。なんで手前から早い、はい、今日箱根カントリーに間違えて行っちゃったんですけど。間違えて行っちゃいました、はい。あっちクローズになってました。え、本当ですか。やってなかったです、あれと思って。私だから向こうも定休があるので、もしかしたら半数が定休なのかも。定休日ですね。いや焦っちゃったよ、誰もいないから。え、もしかして今日貸し切りの撮影なのとか思っちゃって。そんなことないですよね。ってことはこっちから早いってことは、あんまりスライスしない。意外と早いです。でも意外と早いは良くて、そう、あんまり綺麗なんですね。あんまり綺麗なのがちょっと強いのもありますけど。じゃあスライスで、痛めほどではないけど転がりはまあまあいい。まあまあいい。今日一日なんかあんまり打ててないですよね。そうですよ、そんな早くはないんですけど、国場の中でいうとちょっと転がりはいいです。なるほど、はい、頑張ろう。いや、やっぱ今日打ててないな全然。練習グリーンの速さに残っちゃってビビっちゃってんの。じゃあちょっと怖がらずにしっかり打っていきましょう。風強い。うわ切れた。
漕ぎです。よいしょ、おはようございます。風はこれは冬だから強いんですか？いや、あまり関係なく、だいたいこのぐらいの風はそんなに珍しい風ではない。そうなんだ、はい、風強め。じゃあ吹いた時すごいですね。吹いた時はすごい。このぐらいの風は私たち別に今日風強いねとかいう話題にもならない。普通な。そうなんだ。わ、なんだすごい、これ初めて見た。今 GPS 最近攻略とか。へえ、うん、あ、こうやって高低差も出る。ダイハトネって結構古いですよね、コース。古いです。70周年今日やる、あ、今年やるんだ。すごい。なんかやるんですか、イベント70周年コン。私たちには何にもないんですけど、ゲームマーカーを作ったりとか、そんな感じはあるかも。私たちにはないけど、ちゃんと前置きするあたりが。で、私たちにもご褒美があれば、70だよねとか、そうするんですけど、何もないんで、みんな。やっぱご褒美必要ですよ。え、プリンスホテルグループの中で一番長いんじゃないですか、もしかして。そうですね、長い方ですよね。ですよね。はい。70です。すごくないですか。え、なんか誰か有名な人来たりする、するんですか。有名な人はあんまり来ないですか。あ、そうなんだ。でも来てもあれなのかな、分かんないようにしてくるのかな。ね、温泉おいしい。これ右ノックですね、はい、しっかり。よし、でも真ん中が一番いいんだよね。うん、ドライバーだけいいわ今日。ありがとうございます。いいな、やっぱ広いところで打つのは気持ちいいわ。何月ぐらいからあれですか、仕上げに入るんですか、このコースは。そうなんです。仕上げに、はい、全然ギリギリまでボッサボサに早かしておいて、まあ、仮止め決めてみたいな感じなので。あ、そうなんですね。結構ギリギリまでお客さんも入るし、ギリギリまではボッサボサです。試合終わった後に多分来られる方も結構いらっしゃいますよね、はい、結構皆さん苦戦されるんですか。します。いや、そうなんだ。でも苦戦したくて来るので、みんな喜んで。あ、なるほど。苦戦目的なんですよ。まあまあまあ、はい、そうですよね。いいスコアとかじゃなくて、もう苦戦しに来る。苦戦しに来る、はい、苦戦しに来るわ、おもろ。本当に難しいのか確かめてくれる。はい、これ難しいよ。でも、あ、なんかいる。ちょっとね、燻製卵みたいな味で、私は好き。熱湯。いい。あ、はい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 。黄身も真っ黄じゃなくて、ちょっとグレー味が混じって、ちょっとやっぱし硫黄の感じで、風味もちょっと燻製っぽくなって、私は好きで3つぐらいは食べちゃう。いい。あ、いつ芋皿とかにしてもこう粘りがあるので、なんかね、ネトネトしてる芋皿ができて。あ、美味しそう。うまいです。いっぱい買っていかないと。そう、余ったら芋皿でも結構余んないぐらい食べちゃいます。ちっちゃいんだ。そうです。はあ、2段目です。まだ300以上残ってるんで、あの小屋、緑の屋根のあっちの方向に振っていきましょうと、まあ、しかもアゲンストなんで気にせず。うわ、めっちゃ巻いてったよ。雪ゾーンです。雪ゾーン入っちゃった。雪、雪が入ってます。カート道より左行ったんで。めっちゃ巻いてたんだけど。あれはライが難しかった。そう、ちょっと左足上がりになると、ちょっと風で寒くて手かじかんできて、ちょっと右で力入り始めちゃったやつ。こう握んないとみたいな。今覚えはどうしとけばよかったとかってあるんですか。もっとゆるく握っとくって感じ。あ、ここでトップでこうちょっとこう遊びがある方がいいんですけど、多分こうちょっと固まっちゃってるんだよね、待ってる時とかね。そう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 。ちょっと雪の中の処置なんですけど、まあ、普通に一時的なカジュアルウォーターとかっていう判断、あとは多分修理地になってたりとかで実際は打たないと思うんですけど、今日はせっかくなんで雪の上から打ってみたいと思います。あるがまま。あるがままです。いや、深っ。どうなっちゃうのこれ。よいしょよいしょよいしょ。よいしょ。寒っ。
これまっすぐだと距離感が分かんない。これ大丈夫かな。まあそんな感じです。あ、すみません、ありがとうございます。ダフったみたいな感じ。めっちゃダフった、ね、だからなんかあの入っちゃうよね、真っ白すぎて。結構積もってるもんね。それもあるんだけど、なんか白すぎてこの反射ボールのこの高さが よくわかんない。なんかすっごい沈んでも見えるし浮いても見えるしみたいな。ちょっと一回みんなやってもらいたいね。行き止めから距離が、あとあの打つ瞬間足潜る。あー、そうか、そうだよね、力入れるから、ね、結構積もってました。箱根の雪バンカーの難しめだね。バンカーよりもそう、打つ瞬間に重心下がっちゃうからちょっとむずいけど。バンスも使えないよね、ただただズボーンって張っちゃうだけ。そうむずっ。でも楽しかった。またこれグリーン見えません。今で81ヤードです。81上げてる。80でいいのか90打つか、どっちがいいと思いますか。こんなゲースで、ね、90ぐらいはあると思うけど。けどまあ85。微妙なとこだな。微妙。一番困る。こういう時はね、5ヤードマイナスどうするかじゃなくて、もう85しか飛ばないと思って打つのね。だから体がそういう風に動くから。いやー、これ85じゃない。ほらちょっと85っぽくないぽいです。乗ってくれてる。85だよ。よしよし。思うのって大事ですよね、はい、その距離だって。85しか飛ばないって。でも真面目になんか5ヤードマイナスにしようとかってしちゃうと、なんか緩みすぎたりしちゃうんですよ。確かに85なんだって思って打つと、体がそのスピード感になったりするんだよ。あ、なんか今ホッとしてしまった。こっちが最後は右が勝った感じ。そうなんだ。でも目がちょっとこう入ってて、こういきそうで最後こう。あー、出た出た、またスネークです。いや、ちょっとフックっぽい感じがあるかなと思うんで。じゃあ結局タッチ次第でなんか変わってきちゃうやつですね。でもこういうグリーンのキャディーさんって絶対難しいと思うんだよな。ちょいスラと見て、じゃあカップ外さなくていいんですかね。いいと思います。 OK です。引っ掛けちゃった。あー、引っ掛けちゃったよ。外さなくていいんだね。言うこと聞いとけって話。ああ、早いだからボギーだ。やばいね、ちゃんと打ってます。